クリストファー・タイラー・オースティンは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州ロックレール郡コンヤーズ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。NPB の横浜 DNA ベイスターズ所属。2010年の MLB ドラフト13巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグヤンキースで2試合に出場した。2011年は、ルーキー級、 ガルフ・コーストリーグで20試合に出場後、A-9 スタテンアイランドヤンキースへ昇格。A-9 スタテンアイランドでは27試合に出場して打率。323、3本塁打、14打点、7盗塁を記録した。2012年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグと A 級チャールストン・リバードックス、A 級タンパイヤンキースでプレー。 A 級チャールストンでは70試合に出場し、打率320、14本塁打、54打点、17盗塁と好成績を残したため、同年のオールスターフューチャーズゲームに選出された。9月2日に A 級トレントンサンダーへ昇格し、2試合に出場した。2013年は A 級トレントンとルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースにデプレー。 AAQ トレントンでは83試合に出場し、打率257、6本塁打、40打点、4盗塁を記録した。7月に行われたイースタンリーグのオールスターゲームでは西地区代表として選出された。2014年は AAQ トレントンで105試合に出場し、打率275、9本塁打、47打点、3盗塁を記録した。 オフの11月20日に、ヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2015年9月1日に、リーフとなり、9日に40人枠を外れる形で、AA 級トレントンへ配属された。この年は、AA 級トレントンとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリー・レールライダーズとの2球団、合計で94試合に出場し、打率、240、 6本打、三35打点、11盗塁を記録した。ニューヨークヤンキース時代2016年は、開幕を A 級トレントンで迎え、6月4日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリエー昇格。8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、メジャーデビューとなった同日のタンパベイレーズ戦では、7番一塁手で、 先発出場して相手先発のマット・アンドリースから初打席初本塁打を放った。また、続く8番打者の同じくこの日がメジャーデビューのアーロン・ジャッジも初打席初本塁打を放ち、1試合2本のメジャー初打席初本塁打という MLB 史上初の快挙を達成した。この頃から一塁で出場する機会が増え、最終的には31試合に出場して打率。 241、5本類打、12打点、出塁率、300を記録した。オースティン、サンチェス、ジャッジ、バードラで、ベイビーボンバーズと称され、次世代の主砲候補として注目された。2017年は、20試合に出場。2018年4月11日の、ボストンレッドソックス戦で、レッドソックスのジョーケリーから、小意識を受けたことを発端に乱闘を起こし、 退場処分を受け、12日に MLB より5試合の出場停止と罰金の処分を受けた。この処分に対し異議申し立てをしている。2018年7月30日にランスリン及び金銭とのトレードでルイスリーホと共にミネソタツインズへ移籍した。ツインズでは35試合に出場。2019年は2試合に出場後、4月6日にディーフとなった。 サンフランシスコジャイアンツ時代2019年4月8日にマリック・ジー・グラートのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツでは70試合に出場後8月2日にリーフとなり9日に FA となった。2019年8月16日にミルウォー・キー・ブルワーズとマイナー契約を結び3家の AAA 級サンアントニオ・ミッションズへ配属された。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ブルワーズでは17試合に出場。2019年11月15日に横浜 DNA ベイスターズと1年契約を結んだ。2020年はオープン戦で4本塁打を放つなどアピールに成功し、開幕一軍入りを果たしたが、右肘の張りのため開幕スタメンからは外れた。6月23日に 初スタメイン入りを果たすと、4アンダーを記録し、ヒーローインタビューにも呼ばれた。シーズン終盤には故障した、佐野圭太に代わって4番も務めたが、度重なる故障で離脱し、最終的には65試合出場で打率。286、20本塁打、56打点、オプス96、969という成績だった。なお、中日ドラゴンズの松場隆広からは、 対戦3打席すべてで本塁打を放った。シーズン終了後の11月10日に DNA との契約を更新したことが発表された。2021年から選手登録が内野手から外野手へ変更になった。6月1日の福岡ソフトバンクホークス戦で NPB 初の投類を決めた。ホームランになりやすい打球速度と打球角度の組み合わせを図る。 バレルという指標では MLB のスラッガーの中でも優れている。2019年、オースティンは50以上打撃イベントがあった478人のメジャーリーガーの中でバレルの割合が12位の15.9%だった。この割合はナリーグのホームラン王で MLB の新人ホームラン記録を更新したピート・アロンソや40本塁が アンド40盗塁が目前だったロナルド・アクーニャよりも高い反面、2019年シーズンのオースティンの三振率は150打席以上のメジャーリーガーの中でワースト5位の37.4%。特に変化球への対応が悪く、スライダーやカーブといった、ブレーキングボールの空振り率は49.5%、フォークやチェンジアップといった。 オフスピードボールの空振り率は52.8%と、パワーは飛び抜けているが、ボールコンタクト率が低い傾向にある。ポジションは一塁手一が本職だが、右翼手、左翼手として、守備をこなした経験を持つ。ありがとうございます。